いらっしゃいませー。どうも、渋谷春です。本日はですね、やってまいりましたホリデーバッシュイベントチャレンジ、クリスマスイベントが到来しました。で、まあ、新モードウィンターエクスプレスと、ね、このチャレンジと、あとストアにね、ホリデーバッシュコレクションイベントパックが登場してます。多分そんだけだよね。うん、はい。というわけで、まあ、それぞれ紹介していくんですが、まずこのイベントチャレンジ見ていきましょう。これかな？あ、これ何がもらえるとか。あ、見れた。G7 のスキンと、ミラージュボヤージュでパーティーを始める。どういうこと？なんかね、キングスキャニオンで、なんか奥さんの街みたいなのが追加されたじゃないですか。それの、今回の新マップの、ミラージュの街みたいなのが、今回追加されたみたいで、まあ、そこでパーティーを振ればどうやら G7 のこのスキンがもらえるみたいです。いいね、このスキン。かわいいな。で、Apex をプレイまたはランクマッチで2万ダメージを与える。または、あ、びっくりした。普通のカジュアルかランク、どっちか、どっちでもいいから合計2万ダメージ与えろってことか。びっくりした。普通に Apex 一回やればいいのかと思ったけど、なわけねえな。エルフターのスキン。かわいいな、これ。いいね、これ。あ、エルフターか、これ。チャーライかと思った。で、これは、あ、武器チャーム、あ、チャームだ、かわいい。これ欲しいな。6人の異なるレジェンドでウィンターエクスプレスで1キロ達成する。ほうほうほう。トップ10入りを5回達成すると、あ、かわいい。いいですね。パスいいな、これ。ワットフォンちゃんかわいいな。これ誰だ？ミラージュと。これ一番左誰？これは、あ、バッチか。これ前から言われてましたね、バッチ。ちょっと前のパッチで追加されて、バッチだけ先に追加されてたから、次のイベントがウィンターエクスプレスだってのがこのバッジからね、漏れ出てましたね。トラックマスター。やばいね。75回確保しないといけないんだ。いらないけどな、バッジそんなに。まあ、暇だ、面白かったらやろうかな。で、まあ、そういったミッションの追加でウィンターエクスプレス、これ後でやりましょう。で、先に紹介できるのはこれかな。ストアですね。ホリデーバッシュコレクションイベントパック。まあ、過去に来てたアイアンクラウンとか、あとハロウィンのイベントとかと同じですね。で、24個全てアンロックすると、ボクシンググローブね、言われてましたね。パフのスキンが来ると。これどんな感じなんだろう、気になるな。ちょっとガチャ自体は配信でやろうかな。ガチャ配信を近々やると思います。え、何これ、浮かれすぎでしょ。クリプト浮かれすぎでしょ。そういうタイプだったの。これがあんたにとっての最後の冬になるわ。あ、セリフもついてくるんだ。このスキンいいなぁ。こういうの好き、こういうゴテゴテのスキン好きなんですよね、僕。これは悟空に行けば本当の寒さを体感できる。怖っ。レイフいいな、レイフもいいなぁ。なんかレイフこの手のスキンちょっとダボっとして見えるの何なんだろうな。まあまあ、かっこいいね、でも。え？え？ 800 で解放できんの？え、ちょっと待って、これさ。いや、さすがに無理か。全部か。あ、てか、レジェンダリーは。うわ、高っ！ 2400 なんだけど。まあ、そうですよね。そうですね。今見てたらスーパーレアですもんね。これは、オクタンのバナーポー。やばすぎでしょ、そのムーブ。インチキバレー、ミラージュのバナーポー。似合うな。なんか、ミラージュにこの動き。あ、かわいい、これ。え、めっちゃいいじゃん。うわ、めっちゃいい。これは欲しいわ。あー、かわいいけど、でもウィングマンなー。スーパーレアのウィングマン、まあ、悪かないんだけどね。ちょっと今レジェンダリーのウィングマンで慣れちゃってるんですよ。で、形変わるんですよね、これ。ちょっと前までずっとスーパーレアの使ってたんですけど、うわ、でもこれいいなー。かわいい。やっぱクリスマス好きな。あんな、なんか急に違うな。急に変わったな、なんか特色がブロンズビーフと。急にクリスマスじゃなくなるじゃん。あら、かわいい。いいな、オルタも。お、チャームだ。チャームさ、いや、いいんだよ。チャーム自体はいいんだけど、ちょっと高くないか、チャーム。800でしょ、これ。スキンとかさ、わかるじゃん。スーパーレア。チャーム、ちょっと高くないか。スーパーレアの器か、お前は。微妙だけど、まあまあいいや。いや、浮かれすぎでしょ、ちょっといくらなんでも。さすがに浮かれすぎでしょ、バンガロール。ノリノリじゃん。やば、やば。当たり判定あんのかな。フィニッシュとかでなんかもうぶっ刺してほしいもんね。
浮かれてんな。あ、なんかセリフもあんの。長い冬より厳しいものがないって言える人はまだ私に会ってないだけ。その格好で言うか、それ。人生で最も長い冬に誘ってやろう。いや、格好そんな格好でそんな恐ろしいセリフ吐かないでよ。泣いちゃうよ、子供。浮かれてんなんか、まあ、ガスおじな。ガスおじイベント大好きだもんね。過去のハロウィンイベントとかもめっちゃ気合い入れたもんな。他のレジェンドより圧倒的に、うん、まあ、君はもう浮かれるイメージがついてるよ、僕の中で。いや、びっくりするわ。そんなものは奴らに奪われた。びっくりするわ、それは。え、どうしたの。クリプトも結構全力で楽しむタイプなんだな、イベント。楽しみ。浮かれすぎでしょ、それは。今度は俺が奪ってやる。ハロウィンの、いや、まあ、ハロウィンもそうか、結構浮かれたよな、ドラキュラになってね。気合入ってんな、クリプト。お、ワットフォンちゃん、かわいいね。冬眠の時間よ。冬眠の時間、怖いね。冬は楽しいけど、寒くて、ジメジメして、暗くて、寂しくて、苦しくて、あの、やめようよ。気が重い。さあ、行こう。セリフ。めっちゃ可愛いスキンからありえんぐらいブラックなセリフ出てきたけど大丈夫。何があったの、パスファインダー君。可愛いこのスキン。うわ、胸元にポケットまでついちゃって可愛いね、これ。シナリオはこうだ。目を覚ましたら俺の幻がいた。イケメンだったよ。そしてあとは凍え続けるわけだ。似合ってんな、ミラージュ。楽しそう。似合ってるね。オクタンか、これ。セリフは寒いか。運が良ければリスポーンチャンバーで温まれるかもな。あ、これこれ目動くんだけど、これ目がコロコロ振る。これやばいな、オクタン。やばいな、うわ。ちょっと待てや。え、誰、どなた様。もう着ぐるみじゃん。暖かくしな、長い冬になるぞ。備えすぎやろ。あ、ま、長い冬に。おお、かっこよい。いいね、僕こういうプライムスキンみたいなの大好き。かっこいいな。おーおーおお、まあ、うん、かわいいね。いいんじゃない。愛らしいな、エヴァ8。この赤いフキン、これオクタンに持たせたいね。さっきのオクタンのフキンに。あー、20E、 こういうのフキン、かわいい。ベルついてる。うわ、でもちょっと邪魔そう、これ。一人称ちょっと邪魔そうだな。まあ、そういったガチャでした。で、全部揃えるとこれもらえるっぽいね。まあ、ガチャ配信やるか、これ。全部ちなみにコンプリートしようと思うと、7000円かける2プラス4。16,800クラフトコイン。あ、じゃあ、エーペックスコイン。これさ、クラフトメタルでさ、これ全部さ、赤い方開けちゃってさ、得か？どうなる？ 800 クラフトメタル、おわ700円。開けてみるか、ちょっと。いくつだこれ。30 60。なるほどね。1個あたり100出ればいいんでしょ。出ないな。おとなしく全部買った方が良さそう。というわけで、最後にこのウィンターエクスプレスやるか。わからんけど、エイム調整もしてないけどやるか。とりあえずなんだこれは。おお、あ、ミラージュじゃん。列車を確保する、最後まで生き残る。わかりやすいな。文字はみ出てるし。あ、いい、かわいいロード画面が。浮かれすぎでしょ。レイフ、あ、レイフウィングマンなんだ。あ、なるほどね。楽しむために来た。遊びましょう。ブラハ救急も、ってかレイフ強くね。わからん、どんなレンジで戦うんだろう。あ、ミラージュ、おー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 、なんで自分モザンなんだよ。ミフェル、はん、どっち？ああ、ブラハンやった。なんか自己主張強いデブがいたな、今。
いない。あ、我々じゃん。え、なにこれ。あなたがジャンプマスター。ちょ、ちょ、渡すわ。あー、列車が駅に到着するラウンドが始まる。列車を確保して最高ポイントを獲得できます。キャプチャー戦かな。てか少なくね、敵。てかスカウトさ、え、いる。遠距離戦になんのこれ。え、ま、あ、あ、降りちゃった。あー、そういう感じね。なんとなく理解。強くね。あ、これ、あれも。え、セルフくな。え、なんか巻くの早っ。やっぷ。あー、しかもカッキル入るんだ。いや浮かれすぎでしょ BGM。 え、これ感染は。あ、死んでないわ。え、ブラハ弱くね。待て待て待て、これ。あー、プラフォー。あ、レジェンド変更できんだ。レイフもら、え、これもらえんの。これ僕買ってもらっていいの。いける。え、もらっていい。これなんで角間が。これ別に付け替えればいいだけじゃん。誰が強いかな。え、クリプトディボーション持ってんだけど。え、ミラージュ。え、ミラージュ強っ。タボックとウィングマン。あ、しかも、はい、これ、アイテム違うのか。青別、青別、青別。あ、いや、ミリカはほぼ一緒なの。投げ物が違うだけか。喋りすぎ、喋りすぎ。え、これ、大丈夫だよね、僕。これ、のんきに選んでていいんだよね。長物いるか、これ。いらんでしょ。これさ、レイス、バンガー、何お前のこの装備。ニーワルデイク舐めてんのか。ミラージュも強いね、これ。ミラージュなんかやたらこれ、忖度入ってないか。タボックウィングマン強くね。あ、フラタラ2番のプレイ。ワットソン、バンガ、レイフ、ミラージュ。が、おすすめかな。はい。え、これ、いつ、リスポーン、間近。フリーラウンド開始前、30秒もかかんの。待って、レイフ最強でしょ、普通に。普通にレイフ最強でしょ、そのキャラクタースキルも込みで。バンガもめっちゃ強いと思う、これトップ性能だね。あー、でもエヴァ8、ボルト吹いてないのか。ちょっと弱いな。びっくりしたね。あ、でもレイフになってる。え、なんか味方一人抜けてるし、切れそう。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、どこ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 、ここ、こうしたらいいでしょ、こうしたらいいでしょ。え、どういう、そういうこと。あ、こいつら残ってんのか。これ湧き直してないのか。なるほどね。あ、オッケーオッケーオッケー。理解理解理解。え、これリフポーンはこれまた。あー、なんとなくようやく分かってきたけど、とりあえず味方は3人欲しいね。敵部隊が激戦を生き残った、ワンラウンドで勝利した。ルールが結構分かりにくいな。1234。あ、あった。列車を確保する最後まで生き残る。いや、それは分かってるんだけど、3ラウンド勝利した部隊がマッチの勝者だな。あ、これか。今1部隊1ラウンドずつ取られてる状況ね。僕らだけ0ラウンド。どこ降りりゃいいんだろうね、これ。これさ、普通にさ、この辺とかさ、高台降りちゃ、あ、だからスナイパー持ってるやついんのか。な、この青いあれは何。待て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 、違うんだって。ちょっとお邪魔しますよっと。あっ、やばい。嘘だろ、嘘だろ。まあ、もう列車の上のやっぱ当たらんだろ、こんな。おい、待ってー、置いてかないでー、待ってー。ああ、なるほどね。スナイパーがいる理由は分かったわ。分かったけど、でも分かった上で多分スナイパーいらなくね、やっぱり。ちょ、待て待て待て、落ち着け落ち着け。いや、ディボーションやばいな。いいダメージ、はい。お前も結構確かレフト割れてないか、割れてないか。いや、でも残り少ないか多分。あ、上乗った。危なっ。あ、敵倒すと弾落とすんだ。ちょっと待って。あ、やーばいね。回復アイテム落としてくんね。あれ、セルもう一個ある。え、これもしかして、ちょっと待って。あれ、あ、無限なんだ。吐く。
じゃあその分かりにくい表示やめてくんね。これ時間が17秒で、で確か敵はもう蘇生しないんでしょさっきの。なんでレイフと誰だっけクリプトはもう復活しないから、この残ってるこのさっきの今の銃声のやつを処理したら勝ちなのでは。これ注射器じゃない、待ってフェルマ来たい、やばいかも、大丈夫、やばい、いやーリロード溢れた、いやーきちいって2人はそもそも全部倒さないといけないじゃんこれ。なるほどな、いやでも面白いなこれ普通に。ただちょっとキャラクターのロードアウトこれ結構バランス悪いぞ。レイフとかはもうちょっと武器弱くていいでしょ。ちょちょちょ、えあ同行中かこれ、これちょっと待って、いやーなるほどな、オッケーオッケーオッケー、大体理解した、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、大体理解した。とりあえずリロードは先しておくべき、絶対こっちの、いやーもうこれはだるいって、これはだる、ここ使えないんだけど、これあれか、上がんの、最初上がってないのか、やめろ、危ない危ない、ちょっとどっかで車線切りながら一回回復したいな、これ中いいのかな、あ負けそう、一旦巻こう、あ美味しい、これこれ中いない敵、これ詰めてくると思うけど、とりあえず回復優先しよう一旦、注射がだるいな、あ美味しい、これ自分がワンラウンド、これでラウンド取ったことになるのか、これさ列車中がレイフとかさ6分に列車中強くない、スナイパー持ってるやつに絶対有利取れるし、別にこっから撃ちゃいんでしょ、終わったか、あったんね、えこれさあいつら踏まないのこの場合、これさ走ってこないといけないでしょ、で上からワンパ降ってくるけどワンパはあれも置き去りでしょ、これあいつらが来るまで列車確保しちゃえばいいんじゃないの、あ上か、やめろ、ちょっと待ってこれ、これね HP 削られるのがマジで良くない、フェルは早い、てかフェルはそうかなり早いんだけど注射が遅いから、できる限りフェルシールド割れたらもう即回復が基本かな、あー降ってきた相手、ああだるい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 、めっちゃ降ってきた、めっちゃ降ってきた、これでも投げ物もある、投げ物もあるの忘れた、ちょっとやめろ、おっしゃい、このフォーカスの買い方、これ味方のテレミットだ、やばいかもーやばいかもーやばいかもー、一旦逃げるかもー、確保中でしょ、まだでもいけるでしょ、これまだいけるでしょ、これまだ耐えれるでしょ、これまだ耐えれるでしょ、まだ耐えれるでしょ、ギリギリで入ればいいだけでしょ、ぼちぼち入って、いやープラ4、いやープライ、いやルール完全に理解したわ、あちょっと今のうちにロードアウト見よう、救急のカフタムバッコ、なんだもうバンビークもハマボーイついてねえし、えこれさあでも変わるって言ったな、フォイヤ毎日装備が変わるらしいから、今日はレイフとバンガとミラージュワットフォンあたりが強いんだけど、明日は4じゃないんだなきっと、いつ変わるんだろう、日本時間だとどうなんだろうね、わかんないけど、まあその1日1回確かロードアウトが変わるってどっかに書いてあった気がするんで、多分えなんかあこれで飛べんのか、だからさっき後ろのパーティーがこっちまで来れたのね、置いてかれてたはずの、っていうか僕らもう後がないじゃないですかこれ僕らのパーティーが負けた瞬間確実に負けなんですけど、これさ上取ってあこうしまいたらよくね、こんなん、あーまたやるの溢れた、これあ違う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 、あーやばいやばい、あーあーあなんかだるいの着ててくさ痛そう、とりあえずこれ3部隊だからこれ基本やらせあって余った方倒したらいいだけでしょ、でこれもう列車踏みに行ったらいいんでしょ、僕のとこは相手も踏みに来るかな、これ今んとこ踏みに来ないってことは、まあ、これもう取っといたらいいでしょ、アイプラがやり合ってる間に
ワンチャン取れるまである。取れないかなこれ。これ相手甘えてるこの。おっしゃー、美味しい。こういうことでしょプマリは。後ろから来てる。落ちないか。あー投げ物ない。やーばすぎこれ。おいローだろ一人、もう一人。おいしい、キルリーダー。あれ、あ、どっちも死んだ。おいしい。投げ物とか落としてくんないかな。投げ物欲しいな。回復はどうやら無限らしいから。プレイヤーがリスポーン中。2-2-2。もうこれマッチポイントじゃん。つまりやばい、初プレイからめっちゃ熱い。そしてなぜか味方が序盤で一人いないっていう。そんな中大健闘する我々、頑張ろうな。もうここまで来たら勝とう。これ美味しくね。これ別派同士が潰し合ってるってことでしょ、そのキルログ。バンクロ、これそうだな。おお、やり合ってやり合ってる。やり合いやり合い。いいぞいいぞ、減らしたい減らしたい。愚かな人類ども、潰し合ってくれ、そこで。これ待って、ずるいポジションにいるやつが何人かいるな。そこ、ずるいぞ、ちょっと。ちょっとそこずるいぞ。最悪、もうウルトポータル、ウルト国で引いてもいいな、状況次第では。リロードは完璧。これも取れたら勝ちだよね、ちなみに。これ取れないかな、さすがに無理。あ、さす、いや。ワンチャンある。いやー、いやー、それ近い。え、斜線通って、それ何ガラフかなんか。やばいっすね。とりあえず、こうでしょ。お、味方が生きてる。熱い、それ。ナイスナイスナイス。これ踏まないと終わる。大丈夫大丈夫、あの2パーティーがやり合ってくれてるから、これ美味しいな。 OK、 美味しい。これいいぞ、これあるぞ。お前ら降りろ。違う違う違う、これちょっと味方とカバーし合えばマジで勝てる。ナイフ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 、あるぞ。これ多分残り1人とかでしょ、勝ちでしょこれ。おっしゃー、チャンピオンやった。2人で勝って草GG。 マジ序盤で抜けたやつ許さねえ。そこは危険よ。勝ってた。おー、いねえだ、いなかっただろおめえはよ。ドヤ顔でイフあるな。やった。え、てかこれさ、バッジ取れる説。いやでも無理か、さすがにないよな。だってキャラクターコロコロ変えれるから。わかんねえけど、どうなんだろう、試してみるか。またマッチリザルト、はい。ふんふんふん、ハッピーハッピーホロデー、ホロデーバッシュ、ホリデーじゃないんだね。いやホリデーでしょいやホリデーでしょ、そういうイベント名なのかと思ったけど、ホリデーバッシュって書いてたわ。はい、というわけで、新イベントホリデーバッシュのもろもろ、いかがだったでしょうか。ウィンターエクスプレスね、まあ、やった感じかなり面白いね。これは多分今までのイベントの中だと一番バランス取れてる気がするから、まあその、今日のロードアウト、どっかに書いてる、確かロードアウト。あー、ここには書いてないか。あー、あったあったあった。各レジェンドは完全武装と決め込んで、毎日ロードアウトも、あれ？いや、違うか。いやごめん、わかんない。わかんないけど、確かどっかに書いてあった気がするんだ。この、毎日、チャンピオンじゃない、レジェンドの持ってる武器とか装備は変わるはずです。確か。どっかで見た。どこで見たかわからない。わかんないけど。で、ウィンターエクスプレスね、こうやってみた感じ、すごい楽しかったんで、ぜひ皆さん遊んでみては、いかがでしか、遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで、渋谷春でした。またのご利用お待ちしておりまーす。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。